新しい冒険の舞台はカロス地方。そこで4人の仲間と出会い、冒険の旅へ。カロス地方には多くの見たことのない野生のポケモンたちが息づいている。バトルも新しく、野生のポケモンが群れで現れる群れバトル。ポケモンを一気に成長させるチャンス。ポケモン同士の空中戦、スカイバトル。迫力満点のバトルが繰り広げられる。さらに18種類目の新しいタイプ、フェアリータイプが登場。ニンフィアをはじめ、さまざまなポケモンが新たにフェアリータイプに。ドラゴンタイプに効果は抜群のタイプの登場で、バトルがさらに奥深く。そして新しい遊び、ポケパルレ。撫でたり、お菓子をあげたり、ポケモンをいろいろな方法で可愛がることができる。絆を深めることで、そのポケモンがバトルで活躍してくれることも。君が同じ仕草をすれば、ポケモンが喜んでくれる。ポケモン XY から新たに加わった通信機能 PSS。 周りのプレイヤーはもちろん、世界中のプレイヤーとインターネットを通じて簡単に対戦交換ができる。この秋、世界中で一斉に新しい冒険が始まる。ポケットモンスター X、 ポケットモンスター Y、 世界同時発売。8月10日、予約開始。